ランニングしやすくなってきたね。そうだね、だいぶ涼しくなった。でももうすぐ冬か。ねえねえ、この後どっか寄っていかない？やっているのはあなた。やっぱりあなただったのね。ちょっと呼び捨てにしないでくれる？古賀くん、先生でしょ。ここ最近誰かが更衣室を覗いているようだって報告があったの。それで私が見張っていたのよ。それがまさか、覗き犯が古賀くん、あなただったとはね。先生、いささか驚いたわ。何を黙って突っ立ってるの？職員室に来なさい。ちょっと先生とお話ししましょ。そうね。他のみんながいる時間じゃ、あなたも来にくいわよね。わかったわ。それじゃあ私、放課後7時くらいに音楽室で待ってるから。これなら誰にも聞かれずに、二人っきりだけでお話できるでしょ？わかったわね、古賀くん。必ず来るのよ。返事は、古賀くん。7時に音楽室。きっと来てね。先生信じてるからね。怖い顔しちゃって。
何か用？古賀くんだったっけ？あ、覚えてない？私、ほら、教育実習生の。そうそう、覚えててくれたの？嬉しいな。びっくりしちゃった。まさか弟と同じ学校だなんて。そうかな。あの子、ああ見えても私に似たところ結構あるのよ。うん、クソガキなんて言っちゃ嫌よ。来てくれたのね。